はいどうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即果塾限定動画をご覧の皆様、今日は8月最後、8月31日の朝6時の相場解説になります。えー、昨日ね、動きがありまして、えー、今週は月、火、水がテクニカルが素直に働くよってことだったんですけども、月、火に至ってはですね、ほとんど上下の動きがなくって、上下30ピップスの間を上下してるぐらいだったんでね、ほとんど利益を取れるチャンスはなかったんですけども、昨日ですよね、 深夜から朝にかけて材料が起きた後で、これは売られすぎだから146円を超えて上昇していくようなら、そこをブレイクポイントとして、買い場が集中するよってことを朝皆さんにお伝えしました。そして、FX オリアルに皆様は確認できたと思いますけども、実際2時半ぐらいにもう買いが集中して利益が取り始めて、で、えっと、14時半ぐらいですかね。16時か。16時半ぐらいには、 3 0ピップスから4 0ピップスの利幅を取ることができたと思います。それから確認が送られた方でも、18時半ぐらいまでには3 0ピップス前後がまだ含み益として担保されてましたんで、昨日はゆっくりとね、利益に結びつけることができたんではなかろうかと思いますね。これがだからテクニカルの考え方で、ブレイクポイントがはっきりしていれば、あとはね、そこのブレイクポイントを値動きが通過した時に、チャートを見てるかどうかっていうふうな、あの、機械の問題になってくるわけなんですよ。 だから私の場合はタイマーはあの推奨していませんけども場合によってはタイマーかけても利益が取れたと思いますしあとはねあの私の放送を更新した瞬間に買いとか売りを入れた人ってのは同じような結果が出たと思いますんでえ昨日はね本当に理想的な利益が取れたんじゃないですか大体やっぱり目指すのは30ピップスから40ピップスを利益を取るときは取ってほしいんですけども昨日はやっぱりねどう転んでもそのぐらいは取れたと思いますのでただ取れなかった人がいるとしたら機械損失ですよね エントリーするときに、えー、チャートを見れなかったとかね。で、あとは、理確するときに、ちょっとね、まあの、目が、こう、チャートの方に向いてなかったとかね。他のことで手が離せなかったっていう事情はあると思います。はい。そして、月火水は、おおむね、そういうふうに、えー、描いたテンプレート通りに来たわけですけども、木曜日、金曜日はね、材料が結構集中します。プラス、月末でも月初でもありますので、いろいろと不確定要素が入ってくるんでね、一旦レンジで間合いを測ってもらいたいと思います。まあ、今、冷やしを見ていただいて、 てるんですけど冷やしは上の方に伸びた部分がまたね、引っ込められて、以来上の方にはもう、値動きが行ってないよっていうところと、下に伸びてるところも限定的で、例えばこのね、マス1個に収まってるのが現状だと思うんですよ。このマス1個ね。マスっての分かりますかこの四角のマスのことですよ。方眼のね。と、ね、いうことなんで、今値動きは再び小さくなったってことが見えます。はい、じゃあ4時間の方を見ていくと、 また別の見方ができるわけなんですけどね。4時間の方では、ここにげ先が結構並んでますけども、どういうことかっていうと、下値がほぼ決まったってことなんですよ。どんなに悪くても、値動きが下の方に向かっていってもね、145円の880あたりで止まるってことなんですよ、これ。飛び出す、飛び出したとしても、瞬間飛び出してもすぐに引き戻されて、髭になるってことがね、ここで示唆されてますから、大いに引き上げの引力がこの範囲ではあるかなっていうところが、 このエリアですね、うんまあ、このゾーンと言ってもいいですけどねここを見ることができますねそれ以外は特にないです4時間で広ごろあとは肝心な1時間ですけども1時間ではもう特徴が出てきました例えばここ上底下底の家庭学校でほぼ確定できると思いますだから下根はここを割らないってことですよね先ほど880からヒゲでを戻していくっていう話をしましたけどもこの辺りで考えてもいいと思いますよ だからこの部分ってのは引力の部分なんであのえぐれていても気にせずに上の方に戻ってくることを待っていてもいいという範囲になりますで、えー、上の方ですけどもここが前回のオリガルヒの方にはお話ししたところなんですけども折れ曲がりましたんでねおそらくここで仮定するでしょうここでねだから上底仮定が今ここで決まってますんでだピップスにするとそうですね40ピップスぐらいの上下ですか で、最大角を取ると、こっからここまでになりますので、そこそこのピップスになりますよね。これがだから、えっ、ー、と、70ピップスぐらいの上限になるということです。で、こういった形で、濃いレンジを、ここに斜線で引いて、レンジの全体を、ここからここまでっていう風に捉えることが、今の時点ではできるんじゃないですか。はい。じゃあ、あと、また追加放送で微調整しながら、今日エントリーすることができればね、エントリーをしていこうと思います。 今の時点でどこで買えばいいかとかね、どういうふうな方針を立ててるかっていうのはまだ見えません。それはもうしょうがない見えないですからね。あの、大きく値段が変わった後で、昨日利益が取れてまた大きくね、下の方に下げましたんで、この動き、要するにボラティリティですよ。上下がボラティリティをこうつくあれすいません。もう一回書こう。昨日はここまであったボラティリティがこういうふうに触れてきて、だんだんこうね、落ち着きつつあるんで、今コアな部分がここに来てますよね。 でそれを外組で積むものがこの辺りにあるっていうところだけしか見えてきませんのでまたあの時間を追いながらそうですねあと3時間とかね最大で6時間とか朝9時とか正午ぐらいにもう一回見直していこうかなっていうところでございますはいそして材料を見てみましょうか今日はね夜も材料があるんですよ材料どんなものがあるかっていうとちょっと原口さんが出てきましたねすみません はい、えー、外貨の方でですね、これが水曜日かなあ、木曜日ですね、今日ですね。今日の材料は8時50分にありますんで、ちょっと軽いやつですけどね、この辺も気にしていきましょう。だから次の放送が9時を過ぎる予定ではあります。それからお昼はちっちゃいのしかなくってあんまり気にしなくていいのと、夜なんですよ、夜。月末にはこの、 消費者物価指数のユーロが入ってくるのとあとは ECB のね理事会っていうのもありますんでここがね間接的ですけども影響する可能性はありますえそれからこちらです直接強い影響があるのは21時半からのアメリカのこういった指標の連発ですね乱れまくると思いますよですんで今日レンジが仮にこのままできたとしても明日は全く違ったマーケットを意識しないといけないので今日と明日は全く別物でね考えていくってことになります 今週は月か水は同じような、あ基準で測ればよかったんですけども、木、そして金というのはそれぞれ別の指標が必要ですよってことで、えー、5日間、1週間を分解してみました。その通りになりそうですね。はい、それでは、今日と明日、今週もあと少しです。頑張っていきましょう。お疲れ様です。